はい、どうも、ゆっきーです。今日はですね、こちら、はがきが届きました。日本の、赤十字社からね、はがきが届きましてですね、ドナー登録、骨髄バンクのドナー登録がですね、正式に、登録いたしましたので、ご確認くださいということで、ね、来ました。まあ、なんかね、血液検査したんで、その血液がね、結局、なんか、問題があったら、登録はできないっていうことになってるんですけど、以前ね、骨髄バンクのドナー登録に、秋葉原のね、ところ行きましたけど、それで血を取って、で、検査して、で、ちゃんとね、通ったということで、はい。はい、通りました。俺 A 型の RH プラスですね。まあ、多分、一番、日本人では一番多いんじゃないかな。RH。違う、A 型の RH プラスね。ということで、よかった。ちょっとヒヤヒヤしてたぜ。ね、面接の、お祈りメールみたいなの。ね。これ落とされたんじゃねえか、みたいな。ね、感じでしたけど。ああ、よかった。大丈夫でした。ご登録された情報は厳重に管理いたします。今後とも骨髄バンク事業にご理解とご協力をお願いいたします。ということで。平成30年の11月の20日。日本血、え?赤十字社血液事業部。事業本部長。ということらしいです。ああ、よかった。ね。まあ、これで、何かね、骨髄バンクのね、相手が見つかったら、まあ、多分また連絡来るんでしょうけどね。うん。まあ、来るかどうかはちょっとわかんないですけど。まあ、無事にね、血液で、血液検査で落とされることもなく、無事に登録が完了したということでね。ああ、よかったと。まあ、その報告でした。どうも、ご視聴ありがとうございました。